こんばんは。こんばんは。何も面白くないですって。何も面白くないよ。何も面白くないよ。びっくりした。面白い？面白くないよまだ。またやるよ。なんか結局コラボ配信的なのをするとなんか全然話せてない感じがして結局もう一回やっちゃうんですよね。何も面白くないです。乱用しないで、乱用しないで。え、そう、面白いなっていう時に入れてください。やめて。最善のココアちゃん推しだよ。本当？あ、分かる分かる分かります。一致した。何、貴公子って何ですか。そうだよ、話したくなった。サータンだよ、お疲れ様。一番バラエティーに向いてそう。あ、お仕事お待ちしております。思ったよりいい子やん。え悪い子だと思われてた。今日の夢の話聞きますか。今日は怒涛の夢でしたね。ちょっと美女期、ママが髪巻いたからだと思います。そうだと思います。銃集めてましてテロップ入れるといいかも。わかりました、入れます。銃集めてます。はい、こうやってやればいいんですか。あと、ありがとう。2回目だよ。え、夢の話します。マギアッパ出てこないんですけど、本当に私今日その夢で4時54分ぐらいに起きちゃってしばらく眠れなかった。頭のリボン取った、取っちゃった。あ、本当ですか。イエイイエイイエイ、ありがとう。そう、4時54分。え、なんか本当に思い出すともう本当に怖いんですけど、昔住んでた家の近くがね、で出てきたんですけど、なんかそこになんか中学校みたいなところがあって、夢の中で、でなんか中学校みたいなところの隣で事件が起きたって。事件が起きて、あ、そうなんだよ、リアル怖い。事件が起きて、それでなんかヤジウマみたいなのがいっぱいいて、私もえ怖いと思いながらヤジウマしてたんですね。そしたら私の真後ろにその犯人が、そう、包丁持っていて、でなんか怖いからやめときます本当に。でとにかく私が刺される夢だったんですけど、怖かったんですよ、本当に怖かった。めっちゃ逃げたんですけど、今も後ろにいません。そういうこと言う、そういうこと言う。私刺されたんですよ、刺されて起きて4時54分でしょ。怖い、怖かったよ本当に。そんななんか刺されたの初めてで、そう、逃げたりいろいろしたんですけど結局は刺されたんです。本当に話してて怖い。だるまさん、ありがとう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 。いや本当怖かった、びっくりしましたね。怖い夢たまーに見ますけど、たまーに見ますけれどもね、夢の中でサータン守ってください。え、お腹刺されましたね。え、画面固まってます。こんばんは、こんばんは。え、本当に怖くて今刺されたんですけど、なんかありますよね、その高いところから落ちる現象の名前何でしたっけ、それ。
今日サータンよく見れましたね。私もよく見れましたよ。刺された理由はなんかその犯人がなんて言うんですか、やじ馬してた先のお家に多分忍び込んで犯人が人を刺したんだと思うんですけど、そしたらなんか警察の人が死んでない、まだ死んでないみたいな感じに言ったんですよ。そしたら犯人がそれまでなんか意気消沈してたのに、死んでないだとみたいな感じでなんかね、復活しちゃって、え、もうこれ通じないですよね、絶対なんか通じないんですけど、とにかく意気消沈してた犯人がそう、目的を達成できなくて復活しちゃって近くにいた私を刺しちゃうっていう話なんですけど、そうなの、うまく説明できないんだけどめちゃくちゃ怖かったです。500メートルぐらい逃げたんですけどダメだった。ダンスしてる夢見たことないですね、見たことないですね。てか今日もダンス踊りたかったですね。ねえ、ほんと怖い、ほんとに怖いんですよ。お腹刺される夢は人間関係のトラブルに注意。やばいね。夢の中で痛みはありませんでしたけど、うっとはなりましたね。かわいい、ありがとうございます、ありがとう。そうそう、逃げた末なんかね、そう、逃げる間にもいろいろあって、犯人が私の前に警察官を追いかけられてた警察官を一回ね刺しちゃったんですよ、犯人が。でその後に私がその近くにいたから、お前も見てただろ、ちょっとそこで待ってろって言われたんですね。で犯人がなんかやじ馬の方をこうやってチラって見に行ってる間に、私はもう全速力で逃げたんですけど、まあ案の定バレてずっと追いかけられましたね。そうなんだよ、ありがとう。え、花ちゃんとの関係にひびが、面白くないかな。面白くないよ、定型文乱用しないでね、面白くないですよ。で、曲げようと思ってなかったなあ。帰れました、無事に、よかった。帰るまでね、トラウマになるレベルですね。今サータンから逃げてる、え、なんかそんなこと言ってますけど全然なんかこっち見てくれなかったですよね。私はちょいちょい見てましたけど全然見てなかったですよね。夢の中でも思うように走れない、夢の中ってなんであんなに思うように走れないんですかね。え、でも待ってたら待ってたでなんか大変なことになってました、絶対。曲げわっぱウーマンに変身すればよかったね。あ、その手がありましたね、なるほどね、その手があった。歯が全部抜ける夢歯が全部抜ける夢を見るんですか。ありそう、あ、確かにありそうかも。あ、もう終わってください、終わってください、見てないよ、目合ってないでしょ。ただいま、銃ありがとう。え、そう、体重くてね、待って今日寝れないわ、怖い。また夢の続きって見ちゃいますよね、だからまた寝るのが怖いんです。ご神用に曲げワッパ、いいですよ、曲げワッパを枕代わりにしてもよろしいのではないでしょうか。今夜続き見たらどうする、花の家に泊まりに行きます。枕元持ってないんですよね、曲げワッパ。起きた瞬間ほっとしません、だって4時ですよ、真っ暗、怖かった、そう、まあ、いや現実だったら絶対野獣もしないんですよ、私そういうの。どちらかというともう早く離れようって思うタイプなんですけど、夢の中ではなんか寄ってましたね。いや続編見た、え、でも私刺されてるんですよ、だからもう続編ないじゃないですよね、刺されたらもう死んじゃうじゃないですかね。
とか聴きながら寝ないの？音楽聴きながらは寝ないですけど、あの私勉強とかあの疲れてる時とかにあの焚き火のあのなんか4時間動画みたいなやつを聞きます。焚き火の音がめっちゃ好き。わかりますか？ポカポカしてきますよ。そうなの？夢は重くなる。本当に重かったねえ。サラハナ最近ハマってるでしょ。お見送りありがとうございました。ねえ、さあ誰かのメンバーの家泊まりに行ったことある？あの泊まりに行きたいとは言ってるんですけど、なかなか泊まりに行かせてくれない。ココハちゃんいいですよ、送るって。もジュありがとうございます。ジュありがとう。刺されてからスタートしないでしょ。そう、焚き火ねのなんかバチバチ言ってる感じいいですよね。私すごく好きですね。サラハナ好き？いいことだ、いいことだ、幸せになれますよ。うなじ以外は攻撃されても大丈夫？それ巨人、私シャリキの巨人かな。顔がシャリキの巨人っぽいね。えココアちゃんね、切れ直しだったね。サタン寝れない時は羊数えたりするの？私寝れない時は寝ないですね。寝れない時は、いや寝れない時、あでも寝れない時にドラマとかを見ると眠くなりますね。キャベツの歌青虫の歌ですからね。初めてサラハナの配信見たけど仲良くて楽しかった。サラハナってなんかふわふわしてるんですよ、普段から。えそうなの？えみたいな感じ。朝ママいたよ、いたよ、ポポもいたよ。ジュありがとう。ね、ストレスフリー大好き。ストレスフリー大好きですよね。あんな作ってきてくれて、ストレスフリーかわいい、ありがとう。うん、寝られない部分もありますね。え、そう、花さら心れなそう。それ、言う話終わったよ。サラはガーリーな服いっぱい持ってるのが多いかもしれないですね。そうですね、その流れ。ハナなん基本全部共感するからね。ハナね、分かんない時もね、とりあえず共感しとくからね。ハナチューありがとう、チューありがとう。だからさっきもね、みんなでご飯食べてる時が一番何も考えずに入れた夢のことをね。こんばんは、こんばんは、やっほーやっほー、こんばんは、ありがとうございます。初訪問、初見じゃないです。はなちゃん夜当たり上手。何それ、夜当たり上手って。今日はいろいろサータン見直した日でした。さすがです。ほんとだ、本当ですか？本当ですか？朝配信がいい？本当？皆さん本当？大好きなんでサータンが。本当？え、本当？本当？サータンだよ。でも私銃は別に怖くないかな。銃は大丈夫かも。なんか撃たれても銃ならあんま痛くなさそう。すぐ死んじゃいそうだなって思う。みかん活躍した？どうでしたか？私には分からんです。今日でサータンが大好きになってしまいそうでした。結局誰が好きなんですかね。そう、今日話してたんですよね、みんなと。誰推しなんだろうねって話してたんですよ。誰なんですか？しまいそうでしたってことはまだ違うのか。
今日はお疲れ様、まさかの最善度戦取れて嬉しい。だから私宝くじ当たるって言ったじゃないですか。そういうことなんですよ。運気かわいい、ありがとう。そうちゃんも配信以外では真面目なのがよくわかりました。真面目ですよ配信も。サタン評判いい。ほんとカラスはいないよ。サタンしっかり者だよ。天才天才だった。しっかり喋れてた。そう、銃はなんか撃たれちゃえばもうなんかすぐ死んじゃうかなと思って。あ、本当ですか。よかったよかった。こんばんは。そうで、ジュニキちゃんね、私自慢してますよ。見て、千葉のボブのバブのサラ作ってくれた。あ、花園の写真使ってるよ、花って。さあちゃんのこと好きなのに漏れたのでって直してきます。漏れたんじゃないです。もっと自己主張してください。私のサイリウムを振ったりとかね。うちわをね、やったりとかね。びっくりしましたよ。いないと思ってたのにいたから。間近で見ないで。まさきさん優しいです。まきこさんも優しい。あ、本当ですか。今日髪きれい。なんでだろう。光、こんばんは、こんばんは。来るって言ってなかったですもん。サタンだよ。今日はサタンのレスで死ぬ。よかったー。サタンね、サタン。まあ、X 見てたし。あ、いけるか分かんなかったから言わなかったんですか。言ってくださいよ、言ってください、言って。清楚で癒しで面白いサラちゃん、本当。案件ください。働きたい、働き方改革、働きたい。なるほどね。あ、ジュンありがとうございます。いっぱい。やっぱり岩よりサラなのかな、どう思う。まあまあまあ、今日の感じだと私だと思いますよ。ん、違いますか。意義あり、ありますか。今日の感じだともう私のこと大好きな感じでしたけど、どうですか。言ってください。ジュンありがとう。言わずに見つけてもらえるのが嬉しいので。だからお見送りで分かりましたよ。しかもお見送りってこうすぐじゃないですか。すぐなのになんか普通に、なんか普通に通り過ぎてるから。うわわわわ、今日緊張した。ちょっと緊張しましたね最初。今日の服は洗わずに何日目なんだろう。どういうこと、どういうことよ。洗ってるわ。今日すごく清掃。はあ、まあ天使の羽みたいなのがついてるからかな。かわいい、ありがとうございます。みかんむきながら食べ。シュール、シュールすぎる。アイコーキーありがとう。清楚ですよ、清楚ですよ。さっき花に奢られたけどね。怒られたね。怒られたわ。10割かと。ねえ、けなげだったね。ビーム、ビーム、あれすごいね。ビームすごいですよね。そりゃ普通に歩く。ねえ、言ってください、言ってください本当に。しかもメール送ってないですよね。サータンとドスカイできたね。無茶ぶり。ジュウありがとう。サータンも好きなの本当。
名前入ってない名前入ってないな、プロフィールにサータンシカって確信しました。サータンシカって歯医者さんですか。サラの今年の重大ニュースって発表されされないよされないよされないよ。ね、限りのマサさんのキャベツね、びっくりしちゃった。今日神田さんされる、わかりますよー、神田でしょー、ありがとう。でもなんか私が見たら全然なんか見てくれなかったんですけど、え？なんかさ、私あるあるなんですけど、私がこうやって見てるのに全然見てくれないっていうなんか片思いしてる気分になる時があるんですけど、その件についてどう思いました。ありがとうございます。かわいい、こんばんは。こんばんは。え、そうなの？送ったけど反映されてない。嘘だ。さやちゃんに解剖されたいって叫んじゃった。なんで今日でサータン気になった。本当？気になった。好きになっちゃったですかね。はい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 、バレましたね。ありがとうございます。夜勤いってらっしゃい。今から、今から行くんですか。大変大変、頑張ってください。頑張って。ジュありがとう、ハートありがとう。あ、本当？モノマネ知らなかったですか。本当にリハーサルではやらない予定だったんですけど、本番急遽やることになりました。私の気分で。そう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 だね。こんばんは。結婚して17歳なんだ、こう見えて。サタンだよー。ただペンライト多くてすごいと思った。ありがとう、皆さんありがとうございます。え、本当ですか、感動しました。ずっとサーター見てた人なんていないですよ。え、あれ見てたの、どこにいたんですか、どこにいた。サーターだよー。これは毎回見てた時は目合ってた。え、だから見てますって、私全員見てますからね。あの立ち見席の方はちょっと暗くて本当にお顔が見えないんですけど、見てましたよ。さあちゃんと目が合うと石になるんですか。パキーン。本当に送ったんかな、私が飛ばしちゃってるだけだなぁ。え、頑張ってください、お仕事。お仕事あるのに来てくれてありがとうございます。サータン木になったの、どういうこと。木になったの。こんばんは。いや、配信始まったよ、どうしよう、行かないで。分かってますよねーってか言っても行くんだろうけどさ。サータン目線があちらこちらに飛ぶのを全員見ようと思って、こうやってピーって全員見てましたね。サータンの決意で少し泣いちゃった。泣いちゃいました。本当ですか。名前サラです。サーラ鈴木、サーラ、サラです。サータンかわいい、ありがとうございます。サータン、サータン、サータン、ねえ、ギコギコって声が聞こえるけど、え、待って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 、怖い怖い怖い、何も聞こえない、何も聞こえない、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 何も聞こえないよー、やめてー、怖いよー。何列中央にいましたよ。え、視力 5.0 だよ。
でもやっぱペンライト振ってくださる方ってもう本当に目に入ります。 DMM は見えましたか？見えましたよ見えましたよ。名前入れてみた？それ明日消えてたらおこですよおこですからね、おこですよ。サータンが今日絶好調ってゆあちゃんが言ってた。なんかねさつきちゃんにさ、本当に面白かったんですけど、ありがとうございましたって言って一回お見送りの前、だからエンディングが終わった後閉まるじゃないですか。閉まった瞬間にさつきちゃんが、はあ、サータン面白い女だったなサータン本当に面白い女だったなって言われてユアに共感求めてましたよ。さつきちゃん13歳でしょ。13歳にさ面白い女って言われたんですよもうさつきちゃんたまにそういうこと言うか面白いんですよね。アーカイブね私は怖くて見れません。かわいい。本当ですか？定型文だから送ったじゃないよね。エアコンつけてないですね。まさかの2回目しちゃって後ろに何もいない。さて今日も元気で安心する。よかった。にひサータンが入り口になった場合が出口になるっていう。え、出口になるのやばくないですかそれどういう関係ですかそれ。サラでーす。覚えてねー、覚えてねー。サータンに怒られたい。こらーこらー。水色を振ってくださった方全員見ました。全員見ましたね、子供にね言われたよ面白い女本当にサラちゃん、サラちゃんなんだっけ、もうサラちゃん本当に面白い、面白い女ね、人生2周目かと思ったね、めっちゃ褒められたってことですよね。面白い女は。さつきちゃんありがとう、ありがとうね。さつきちゃんじゅありがとう。結婚して17歳だから無理でー、お断りー。じゅありがとう。アーカイブ見てください。いつまで西田敏行のマスしてないです、今してないですよ。こんばんは。頑張れそう。私も頑張ります。明日から、明日から頑張ります。当たってたら振ったんだけどね。でも画面の外で振ってくれてましたよね。みかん剥きながら振ってましたよね。で、ココちゃんのスクール時代の写真かわいかった、かわいかったね。みやびちゃんもかわいかった。山サータン見に来てください。あれはオープニングアクトは来ないですか面白いねえ、さつきちゃんありがとう元気もらえますか？これからも頑張ります。別に頑張ってるわけじゃないんですけどね。サタンは可愛いより面白いと言われる方がいいの。どっちも嬉しいよ。どっちも嬉しい。サタンアイドル適性ありますか？なんで？なんで？じゃがりこも食べてたので振ってないってことですか？え？ジュンありがとう。ジュンありがとう。オープニングアクトいつ来ますか？アットマークの後にサータン書いて、書いてください。書いてくれたら私が飛び起きます。あ、起きてるわ。飛び跳ねます飛び跳ねます。もうじき家つくからやってみるか。はい、みかんがね終わりますね。やっと。私はずっとさつきちゃん呼びですけどね。いえいえ、ありがとうございます。サータン可愛いと面白いが揃ってる顔をすればありがとうございます。サータン推し以外で面白いファンでした。あ、ごめんなさい、サータン推し以外見てないんですよね。にひサータン推し以外、
ちょっとあんまり見てないんですよね。に嘘ですよ、ちゃんと見てますよ。見てますけど、ちょっとまあひいきしちゃいますよね、触った星は。もうそりゃそうですよ、そりゃそうですよ、だって私のこと好きなんだもん。ひいきしちゃいますよ。サタンの話は安心して聞けた？ママと同じこと言ってるよ。ママ？ママなの？ママですか？ママと同じこと言ってる。ありがとうございます。ああそうだ。そうなんだ。遠征。お仕事大変ですよね。遠征ってことは？あ、そっか。あ、そうだ、北海道だ。北海道だ。暖かくしてくださいね。私もうこれ名古屋でもう寒くて死にそうなので。さやちゃんね、なんかご飯食べに行くからお弁当食べれないんだよねって言っててもらいました。ありがとうさやちゃん、私の明日の夜ご飯になる、あ、お昼ご飯、明日のお昼ご飯になるよさやちゃん、ありがとう。別にそのお弁当ちょうだいって言ったわけじゃないですよ。さやちゃんがそうご飯食べに行く予定だからってことです。もらった分のお弁当もね、もらったの。ゴリラ配信、あ、朝するかもしれないか、いや夜、いや朝かな、わかんない。夜行で遠征してる人は明日までみかん終わらまけ、終わらないです、帰るまで。ねえそれさ、そこわざとさ丸にしてるってことはもしかしてさやちゃん推しですか？ドヤ顔、ドヤ。そうなんだよ、ありがとうございます、お見送り。今日あれですよ、10時までで勝手に切れちゃう、勝手に切れちゃう。何してくれる、何されたい、何されたいですか、何されたいって言ってるんだろう。ただ話してることがしっかりしてて実は賢い、賢いですよ、賢み賢み。サタン、え、待って、あ、違う、今日のリップのどこの、え、ジルです。え、もう最近はこのジルのやつとアピューのやつを混ぜてるんですよね、いい感じに。え、名古屋ってなんでこんなに気温が上下するんですか。違いますよ。ねえごめん、違いますか、伝えてないよ、違うよ。サッタン日本の本州から出たことないです。サッタンご飯ね食べれないから。そうなんですよね、違う違うよ。サッちゃんがこれ食べれないんだよねって言ったから、え、じゃあ欲しいって言っただけです。サタンモデルみたいでした、本当？なんかね、ズボンだったからかな、いい感じだったかな。え、いいえ、サタンメールいいえ、明日ブログの日だからね、運気上がりますよ、今上昇ナウです。うんうん、いい色、リップ、リップですか。帰宅しました、よかったよかった。サタンスタンド買わないの、何、ガソリンスタンドってことですか、スタンド、ガソリンスタンド。明日からタイに行きます、お土産何がいいですか、くれるんですか、お土産を私に、いつですか、手渡ししてくれるんですか、お土産、まあ愛のお土産ですかね。タイからの愛のお土産ですかね。私これ終わったら鴨の橋ロンの続き見ますね。楽しみ、鴨の橋ロン面白いんですよ、面白いんですよ、うんうんうん、え、そうなんですか、マキコさんと絵と同じなんですか、犬、犬年やったね。今日
は私服です。私服うちは見せてください。こんばんはじゃあ欲しい立ち姿綺麗だったの。どうですか。あ、スマホのスタンド あります。ありますけど、あのね、あの固定するのがめんどくさくてこうやって始めちゃうんです。すぐ鴨の橋ロンの禁断推理っていう漫画があって、そのアニメが始まったんですけど、面白いのでぜひ見てください。あ、これあのあれですよ、あの PR しろとか言われてるわけではなく、本当に私のおすすめです。面白い。タイってどの辺にあるの。うん、まあ地球をタイに見立てた時に、まあタイのお顔ら辺にあるんじゃないですかね。そう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 。え、フォトマークサータンついてる。これこの配信終わったら消えます、もしかしてえ消えます。消さなかったら本物ですよ。消さなかったら本物、本物ね、犬はい、推理物好きです。あの全く推理できないですけどね名探偵。え、サータン出演いいです。よく見たんですよ、本当に。わあ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 千葉あったかかった、いいな。え、ねえ、スパイファミリー面白かったでしょ。見ましたよ、ちゃんと ALTピー見ましたよ。だから面白いって言ったじゃないですか。だからもしあのスパイファミリー見終わってでね、あのまたお休みあったら、続いてはカモの橋ロン見てください。おすすめアニメ。アニメ案件じゃないです違います、全然違いますよ。いつも体育座りで配信してます。まあそうですね、ロン並みやりますからわー買えるものと言われてますか。あと1分。え、待って、それあと1分、あと1分なの。あと2分で出てる。あと1分。鴨の橋ロンっていう人、え、体育座りですよ、いつも体育座りで配信してる。あ、ありがとうございますね。あと2分じゃない。まあまあまあ、あと1分だね。あと1分になりました。ちょっと早いですね皆さん。また明日がちょっと早いですね。はい、今日もたくさんありがとうございます。皆さんありがとうございました。さあちゃん、ラブラブ、お疲れ様でした。ありがとう、ありがとう、おやすみ、ありがとう。皆さんゆっくり休んでください。明日からも頑張ります。イエイ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 。夢で会いましょう。バイバーイ、ありがとう、おやすみ、おやすみ。たくさん寝てください。バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ。